思い出のガンプラキットレビュー集。ハイグレードユニバーサルセンチュリー。キュベレイマーク2。プル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 ー。キュベレイマーク2は、機動戦士ガンダムダブルゼータに登場する、ネオジオンのニュータイプ専用モビルスーツなのでおます。武器や機能に若干の違いがあるものの、ハマーンカーン専用機とデザインやスペック自体は変わらないため、マーク2。すなわち、改良型というよりも、ただのマイナーチェンジだと言われている機体なのでありんすよ。サイコミュ誘導兵器であるファンネルを搭載した強力な機体なのだけれどもね。キュベレイが強かったのは、ハマーン様のニュータイプ能力が群を抜いて高かったためなのでして、ニュータイプ専用機の場合は、後発の機体の性能がどんだけ向上しようとも、パイロットのニュータイプ能力が高い方が強いに決まっているのでございます。その、通り。アニメ本編では、第17話、脱会、コアトップで初登場。アーガマから脱走したキャラスーンをめぐり、ゴットンの部隊が撤退する際に突如現れ、ファンネルでガンダムチームを翻弄して消え去ったのでございます。当時は、そのシルエットから、黒いキュベレイと呼ばれていたモンザイモン。パイロットのエルピープルが、当時最強のロリキャラとして人気を獲得するにつれ、ファンの方々によって、紫だとかノーコンという意見も加わり、さらには、ブルマ色や、濡れた感じのスクミズ色だと揶揄されたものでござりまする。わかるかなぁ。わかんねえだろうなぁ。そこで考察、エルピープルとは何ぞや？エルピープルとは、機動戦士ガンダムダブルゼータにおいて、爆発的な人気を誇ったロリキャラなんどすえ。新生のロリコンであるグレミートとの LP 計画で誕生した、見た目10歳くらいのロリのクローン集団の最初の一人で、天真爛漫な性格と、たびたび挿入される入浴シーンによって、たちまち、大きなお兄さんのハートをキャッチしたのでございます。何それキモい。このキャラが誕生した背景には、当時の深刻なテレビアニメの状況があると言われ、アニメファンの思考が、秀逸な作画が売りの OVA 作品に移りゆく中、優秀な作画スタッフも、当然、OVA に奪われてしまい、若者のテレビアニメ離れが深刻になっていた問題。そうだっけ？作画は仕方ないにしろ、シナリオや演出面で喝采を浴びたアニメ作品も多数ある中で、機動戦士ガンダムダブルゼータの場合は、前作の機動戦士ゼータガンダムが難解、かつ、暗すぎた影響により、2年も続けてこの路線は続けられないと、ドタバタおちゃらけ路線に変更した結果、ファンからすんげえ不評を買っちまったのだよ。当然だよね、そうだよね。ガンダムは終わった。俺にとってのガンダムはゼータまでと、ダブルゼータを見限るファンが増える中、ガンプラの販売も芳しくなく、なんとか、旧来のファンを引き戻す必要に迫られたのですよ。その方策として、大きなお兄さんの大好物であるロリキャラや、旧ジオン軍の残党勢力の登場が検討され、ほどなくしてそれは実現したのでしたとさ。ありえねえ。とにもかくにも、エルピープル見たさに、ダブルゼータを主張するファンが帰ってきたのは事実。そう、事実なのだよ皆の衆。その名前の由来は、当時、ロリ思考者のバイブルと言われた、ロリ系エロ漫画誌のレモンピープルがソースという、よも末なお説まで生まれるほどでして。ガンダムファンにおけるロリコンの比率が増えるに従い、ガンダムファン、イコールロリコンとまで言われるよも末な状況に至り、オタク連中にトラウマを作った宮崎事件の影響もあって、ガンダムファンの多くが、ノーマルな思考の方々から、バッシングを受けるという事態へと発展したのでござりませう。そいつはちょっと、きついわー。当時の感覚では、小学生くらいの女の子のキャラが好きなんて、それこそ、気違いと認定されてもおかしくない状況だったのでございます。まあ、今でもそうなのだけどもね。しかし、エルピープルというキャラクターが、ファンから絶大な支持を獲得したのは間違いようのない事実なのだよ、おっかさん。当時のアフレコでは、富の恩大将が中の人に、おじさんから見て可愛いという感じで、などと指導したという逸話が存在することからも、完全に狙ってやったと断言できると思いやす。そうだ、その通り。こいつはいけると踏んだのかしらん。その後、妹にあたるプル2が乳首全開のエロい姿で登場し、さらなる人気を獲得したのよ。参ったね。アニメ誌での、キャラクター部門の人気投票でも上位を獲得し、ガンダムシリーズのキャラクターでは数少ない、単独キャラでのムック本が発売されるなど、経済効果も絶大だったモンチッチ。モデラーにしても、当時唯一のガンプラだった220分の1キットを、ノーコンや赤に塗って部屋に飾るのは当然の行為だったのですよ。一応、元祖 SD ガンダムでは、キュベレイマーク2も発売されているのだよね。このシリーズの説明書には SD のプルが書かれてたもんで、ガキンチョにも人気だったのよん。確かに確かに、そうかもしんない。アニメ業界への影響力も凄まじく、他のアニメ作品にて、ロリキャラの入浴シーンが続出するきっかけとなり、後発の作品における姉妹もののロリキャラ、特に、妹の方が性格がきつかったり、エロかったりするキャラクターが多用され、陳腐化しながらも、今でもその傾向は続いているのでございやす。なんやかんやで、エルピープルをきっかけに、ロリコンが多数誕生するという結果となり、現在も変わらず業界内に存在する、
ロリコン患者の原点とも言うべきキャラクターとして語り継がれているのだよ。別れ。そんなん、嘘っぱちだー。ハイグレードユニバーサルセンチュリーのキュベレイマーク2は、2000年6月2500円で発売されたキットだよん。ファンの悲願だった。144分の1キュベレイの発売から10ヶ月余り。多くのモデラーが待ちに待っていたマーク2は、ただの空張りキットだったのよん。そんなん、ありかよー。コックピット周辺やバインダーの形状に違和感があるほかは、初期の傑作キットと呼ばれたキットだけに、ただの色変えでも、パチクミモデラーには嬉しいキットだったのは間違いねえ。特筆すべきは、バインダーのジオンマーク2、転写式のガンダムデカール。すなわち、ドライデカールが採用されている点で、昨今、プレ版で発売されたキュベレイマーク2では、これがホイールシールに変更されて不要だったりしたもんで、旧作といえど侮れないキットなのでござりませう。そうだそうだ、そうかもしんない。だが、しかーし、キュベレイの発売から10ヶ月も経ちゃあね、好きなやつならとそうして、プル専用機やプル2専用機なんて作ってますぜ。なんせ、マーク2なんつっても、形状はほとんど変わってないからね。とりあえず、モデラーとしては、一個確保しとくくらいのキットだったのですよ。あいたたたー。プロポーションは、やや、硬い印象で、初期の頃は定番だったメモリアルアクションとして、飛行ポーズが再現できるのが特徴なのだよね。ところがギッチョン、キットには台座なんてついておらず、当時は、バンダイさんが何か見つけて反則してくるアクションベースも、まだ発売されてなかったのでね。今見ると結構アレレな体勢で、地べたにそのまま飾ってるのだよね。初期の傑作キットといえど、現在の目線で見ればパーツ分割がいまいちなのが悲しいね。当然、合わせ目が目立つので、パチ組では辛いのですよ皆の衆。しかしながら、独特の優美なラインが、ペーパーなんかを当てると最高に気分が良いので、モデラーならね、パチ組で組むやつは少数派かと思いやす。そうだそうだ、クリームそうだ。武器は、ファンネルが10機、本体からビームの部分までが、クリアイエロー成形のビームサーベルが2本、ハンドパーツは軟質樹脂製で、左右の握り手と、指を伸ばした状態の平手が付属。E2 ランナーのベルトの部分も軟質樹脂。ひょっとしたら、アサフレックスかもしれないよん。回収ポイントとしては、形状に違和感があるコックピットハッチ周辺や、丸みが足りない肩のバインダー、ボリューム不足のハンドパーツなどだよね。今なら、リブアイブ版もあるのだけども、注意すべきは、カトキはじめさんのコンセプトデザインでは、バインダーの下の部分の解釈が変更されてるのでございやす。どういうこと？アニメ本編や設定画では、キュベレイのバインダーの下にある、出っ張ってる部分が後ろのバインダーにはないのだけれど、金型の都合のせいなのかしらん。キットでは、後方のバインダーにもついてるのですよ。わけわかめ。ちなみに、リブアイブ版でも両方にあるのですよ。まあね、放送当時に、220分の1のキュベレイを作った人なら、前方のバインダーにしか、下に出っ張ってる部分がなかったことはわかるんじゃないかいな。細かく言えば、キュベレイパピオンなんかも、後ろのバインダーは出っ張った部分がないのだよ。デザインが全然違うんだけどね。そんなもん、知るかーい。